こんにちばんちゆっくり霊夢だよ。今回よりこのロックマンを攻略します。マリサだぜ。て待て、なんだスタートしてこの画面は、これ PSP 版のロックマン、ロックマンの OP だよ。このゲーム、スタートボタンを押してすぐステージセレクトに入るから、経緯は何もあったもんじゃないじゃない。そこで今回は初めて初代ロックマンを見る人のために、初代をリメイクして作られたゲーム、ロックマン、ロックマンのムービーを要所要所に入れていくよ。実際これくらいネタを盛り込まないとあっさりしすぎるからね。そういえばパート1はもう棒読みが上げてただろ。ちなみに最初に上げた動画を見た人は、ネタを入れないとああいうことになるという戒めだよ。あの動画消しちゃったからね。あまりにもあっさりしてるからどうしても上げておきたくなかったんだ。棒読みには悪いことしたと思ってるよ。でもやっぱりプロはまだ荷が重かったね。おい、うつむし、お前はそんなことできるほど芸術肌でもないだろ。棒読みが片隅で泣いてたのはそのためか。でもパッケージはロックマン、ロックマンだけど中身は初代だよ。オープニングステージを入れたのは初代とリメイクをしたかったからだよ。あ、ムービーの画質が悪いのはご愛嬌だよ。多分パート通してよくはならないから足からず。では本編までちょっと長いけど、ムービーでお楽しみください。なんということじゃ。わしのロボットたちを使って世界征服などと。博士、僕を戦闘用に改造してください。ロック、何を言い出すんじゃ。お願いします、みんなを助けたいんですけど、今のままじゃ。ロック、わかった、いいじゃろ。なこともあろうかと用意はしてあるのじゃ。ロールや、手伝っておくれ。ロックバスターと、相手の能力を奪って使うことができるのがお前の能力じゃ。では博士、行ってきます。ロック、いや、ロックマン。お前は今この時よりロックマンじゃ。行くぞ。増えてないか。お前の仲間たちを止めてやってくれ。タイムマンだね。この2体は本当は初代にも出るはずのボツキャラだったんだ。でもリメイクにあたって出てきた幻のキャラだよ。もちろんこの動画では出番はないけどね。おいらやるっすよ。さあ、それでは本編スタートです。ここはカットマンステージです。音楽がいい曲だね。66のアレンジ BGM もいいけど、やっぱり初代に限るよね。さて、ここで、この動画のルールの説明です。まず、ボスはバスターのみの攻略です。ここで言うボスは、ステージの最後に待ち受けるキャラの、ことなので、ボスラッシュのボスは入っていません。ので、ボスラッシュの部分は特殊武器で、倒します。
次にステージ攻略の順番は、時計回りで攻略します。このウプ主、プレイに制裁を書く部分が、多いと思いますが、性ぬるい目で、見てやってください。ちなみに、皆さん箱のロックマンシリーズどこまで、プレイしましたか？ウプ主は、リアショーの頃に買ってもらったのは、2までですが、実際には10までプレイしてます。スーファミ版は X3 まで、クリアしました。X は、スーファミまでだと、個人的には思ってます。そういえば、ムービーの時間とプレイの時間が、同じなのに編集中に、気づいたよ。というか、ムービーの方が、長いと思うんだぜ。まあ、ネタのないゆっくり実況動画ってのはやっぱり寂しいよね。この吸盤のついた敵は、接近戦で叩くより、少し離れた場所で攻撃する方が、早く倒せるよ。このタケコプターみたいなのを、つけてる敵はブンビーヘリって、言うんだよ。お世辞にもかっこいい名前とは、言えないね。初代に出るこの針山は、ダメージ受けた状態であっても、落ちたら死ぬよ。2以降ではダメージ中に、落ちても助かるけどね。このビッグアイは、大ジャンプした後に下を、くぐるのがセオリーだよ。でも、今回は、ゴリ押しで進めたけどね。この初代ロックマンは、シャッターとボスの間に敵が、配置されてるよ。鬱陶しいよね。登場。このボスはロックマンの弟みたいなもんだよね。ライトナンバーはロックマンの次にナンバリングされてるんだよ。あ、もう少しのところでやられちゃったよ。おい、何やってんだ。しっかりしろ。よし、カットマン撃破、今回はここまでです。次はガッツマンステージを攻略します。では、アディオス。手加減をしてくれたおかげでこのロボットは修理できそうじゃ。よかったわね、ロック。
できる限りわしのロボットを破壊せずに連れ戻してやってくれんか。お前の努力決して無駄にはせん。頼むぞロックマン。はい、どうも霊夢です。では久しぶりにロックマンをプレイしていきます。いっちょやったるぜ。今回はみんなのトラウマステージ2連発です。一つ目はガッツマンステージです。このステージ何がトラウマかと申し上げますと、このリフトです。うつ主も小学生の頃ここで積みかけました。涙目になって何度も何度も挑んだことが思い出されるステージです。リフトの音がうるさいのでポーズをかけて音を止めます。このリフト一番上と真ん中はまだいいんですが、一番下は結構難しいね。うん、タイミングもヘッタクレもあったもんじゃないね。これがあるからこのステージは怖いんだよ。ジャンプのタイミングや距離感を見失うと奈落の底に真っ逆さまだよ。届かんかったね。これすっごく悔しいね。ではちょっと早送り。ここって詰まっちゃうと結構イライラするよね。よし、リフト地帯突破。ここを乗り越えればサクサククリアできたも当然ですよ。どうぞ大船に乗った気でいてください。おう、工事現場の主任さんだね。ガッツマンが親方ならこのストラは主任さんだね。お仕事お疲れ様です。あ、投身自殺。いや、単にジャンプが間に合わなかっただけですよ。ここで死ぬ人間はそう滅多に這いませんよね。というわけでリフト地帯はカット。この現場主任の皆さんも何度も何度もご苦労なこっです。おう、またブンビーヘリだよ。しつこい連中だね。なんかここら辺生首といい体力回復といい、いろいろと置いてあるね。これはガッツマンの優しさかな。そしてお決まりのビッグアイですよ。よし、ここはすんなり通れたね。はい、すんなりボスの扉まで来ました。なんかトラウマトラウマ言う割にはすんなりと来ちゃいましたね。なんやガキンチョがこんなとこに。ここは男の現場じゃ。怪我しないうちに出てけ。ガッツマン、もういいんだ、作業をやめて。ドアホー、親方のわしが現場放り出してどうするっちゅんじゃ。お前こそ叩き出したるわ。ではガッツマンの登場です。このボスは地面を揺らして落ちてきた岩を掴んで投げてきます。地面を揺らすとその振動でしばらく動けなくなるけど、揺れる直前でジャンプすればかわすことができるよ。まあただ動けなくなるだけだから、敵の攻撃に当たらない限りは気にすることもないけどね。ただこうやって近づかれるとちょっとだけ危ないね。ガッツマン撃破。こうして改めて見るとすんごい危なげなく見えるよね。
スーパーアーム、ゲット。この武器は、ステージに置いてある、特定のブロックを持ち上げ、敵に攻撃する武器だよ。でも、この武器の存在意義は、どっちかといえば、障害物の排除の意味合いが、強いんだよ。よくやった、ロックマン。ライト博士、そのセリフ、前回と全く一緒なんですけど。さて、さっさと次のステージの攻略に、進みます。次のステージはアイスマンです。アイスマンは、ボス、ステージともに手強いので、気合い入れていきましょう。おう、アイスマン、かわいいです。カチンコチンであります。このリメイク版のロックマンの、中のアイスマンは、結構かわいいよね。ボス前のムービーもかわいいから、期待しててね。このステージはさすがに氷の、ボスだけあって、床が滑るステージだよ。このロボットは顔の部分を、攻撃すると、すぐに倒せるよ。そして初代ロックマンは、水の中でも、浮力が上がらず、普通のジャンプ力なのも、特徴の一つだね。ニーコーは、水の中でジャンプ力も、上がるけどね。この地面を這う敵はガビョールって言うけど、これ、ロックバスターでは、動きを止められるに過ぎないんだ。面倒だよね。よし、生首ゲット、新しい顔だね。さあ、ここからが、このステージの真骨頂、消えるブロックエリアだよ。ああ、このガビョールが、いちいち鬱陶しいね。そして、この、消える足場も消えるタイミングを、一向に覚えないから、見ててイライラするよ。よし、ここは、今更感が強いけど、特殊武器でガビョールを倒してしまうよ。この、ローリングカッターはブーメラン式だけどいまいち、使いづらい武器でもあるんだよね。この下のエリアも、やっぱり消えるブロック地帯だね。この上なく面倒だよ。これ、後で気づいたけど、スクロールでうまく、ガビョールを消すことができるんだよ。ガビョールが消えたら、あとは、ブロックを登るだけだよ。あーもう、このウープ主は下手にも程があるね。早送りしてもいいけど、ここは最初の地点だから、飛ばさずにお送りします。ようやく突破できたね。ほんと、下手すぎだよね。そして、このステージの最大の難関、リフトエリアだよ。と言っても、ガッツマンのリフトエリアより随分と立ち悪いリフトエリアだけどね。このエリアのリフトは横から弾を、脱石の上に乗って移動するエリアだよ。このリフト、当然だと思うけど、こちらの攻撃はスルーしていくよ。壊れたら、積んじゃうからね。でも、敵自体に、当たり判定は、しっかりあるから、当たりところが悪いと、真っ逆さまに落ちてデザイアだから、気をつけてね。インターバルを超えて、
いよいよ後半部分に来たけど、ペペが出てくるここからが本番だよ。ではここからは、躊躇なく早送りでお送りします。ダメオベラになったね。仕方ない。ここは、リフトエリアまでカットします。ここから破壁弾に気をつけながら、ペペとリフトの動きも注意するという、神経を使うステージだよ。エリア突破、これでもうゴールは見えたもんだね。またビッグアイを避けきれなかったね。もうどうでもいいけどね。アイスマン、かわいいよ。危険であります。ここはカチンコチンに凍らせちゃう予定なのであります。そんな、アイスマン、君みたいにおとなしいロボットまで。あー、それでは私、任務を実行させていただくであります。でも、このアイスマン、かわいい顔の裏側で結構攻撃が厳しいから、全力でやらないと勝てないね。このボスはエレキマンを倒してサンダービームで倒すのが定石だけど、そこはバスター縛り。もちろんバスターで倒します。このアイスマンは上段、中段、下段に攻撃するから、下段の攻撃をうまくかわすことが大事だよ。それは強弱を見極めてジャンプする必要があり、地味に難しい操作が要求されるよ。アイスマンとの再戦、ここはぜひとも勝っておきたいね。もうあんなリフトエリア、ごめんだよ。下段を避けるジャンプが高すぎると、中段の攻撃に当たるし、低くすぎても中段の攻撃に当たるから、ほぼ、正確なジャンプコントロールが、要求されるよ。ちなみに、アイスマンの攻撃は3発でやられるよ。これもこのボスが強いゆえんなんだよ。アイスマン、撃破。おう、すんごい神経使ったよ。アイススラッシャーゲット。初代のこの武器の効果は、敵の動きを止めるしか効果がありません。スネーク、ダメージを与えられる敵は、ファイヤーマンくらいだね。今回はここまでです。次回は、ボンバーマンステージと、ファイヤーマンステージを、攻略します。では、アディオス。上等で。皆さん、明けましておめでとう、マリサだぜ。ドラえもん未来の登場だけど、みんな、元気だったか？あ、霊夢ハモチの食べ過ぎでお腹を、壊して寝込んでるから、ピンチヒッターとして、マリサが今回ソロで頑張るんだぜ。え？さっきの音楽？音楽は気にしちゃいけないんだぜ。この穴から出る分裂する爆弾は、一気に通ろうとしないで、少し待って通れば安全に、進むことができるんだぜ。
このボンバーマンステージは、特に特徴がないのが特徴なんだぜ。このステージは解説に困るくらい難しいところがないステージだから、雑談でもお送りするぜ。今回、このロックマンが終わったら、今度はコナミワイワイワールドを、お送りするんだぜ。そして、前回も話したけど、ワイワイワールドは、飛び道具縛りでお送りするぜ。お、スナイパー場だね。この敵、ロックマン1ではこのステージにしか、出ない敵キャラだけど、次回作以降でも登場する敵だぜ。マントも縛ろうかと思ったらしいけど、ウプ主の力量では飛び道具縛りでも、厳しいから、マント縛り早めにしたんだぜ。さて、ウプ主の正月は、ラキスタで始まり、ラキスタで終わるって感じだったな。新作のラキスタ PSP 版の、ゲームをやったり、ニコニコでラキスタ生放送見たりと、それはもう、ラキスタ漬けの正月だったらしいぜ。でも、PSP の方は、ほとんど PS2 版の焼き増しって、感じだって言ってたぜ。まあ、それはそれで、面白かったらしいけどな。一番くじフィギュアも鏡以外は全部揃ったっぽいぜ。特に一番はミユキのフィギュアらしくて、けしからん格好だ、って言ってたぜ。確かに、あの格好は、けしからん格好だと思うんだぜ。そして、ここでも鏡は外られる形になるのがちょっとかわいそうだと、思うんだぜ。正直、あまりにも解説入れる場面がないステージだから、こんな雑談流してるけど、大丈夫なのかな？ここの生首は、マグネットビームがあれば、無限増殖が可能なんだぜ。でも、結構難しいけどな。今回はエレキマン攻略の、際にお世話になったぜ。まあ、ファイヤーマンステージは、もう少しいい実況が入れられると、期待してるんだぜ。このスナイパー上、ジャンプしてる間は攻撃が通じるから、ジャンプ中に攻撃するのが、最善の方法だぜ。この下のエリアにボンバーマンの、部屋があるんだぜ。それにしてもこのボンバーマンって、名前、よく通ったもんだな。当時ハドソンが同じ名前の、ゲームを出してた記憶があるんだぜ。かけられたくなきゃ、とっとと消えな、チショメ。危ないよ、ボンバーマン。爆弾を爆発させるのをやめてよ。おととい消えがるってんだ、ベラボメ。こっちとら酔い越しの爆弾は持たねえての。江戸っ子ボンバーマン、登場。このボスもリメイク版では強かったけど、元祖の方はそうでもなかったんだぜ。このボスは爆弾依存が強いボスだから、ある程度距離を取って攻撃すれば、楽に倒せる相手だぜ。ボンバーマン撃破。しかし、意外とバスター縛りもサクサクいけるな。もう少し縛ればよかったかな？ハイパーボムゲット。この武器はリメイク版よりも、使いづらく、ボムの爆風にしか攻撃判定がないんだぜ。それも、結構時間が経たないと爆発しないから、スーパーアームに並ぶ使えない武器なんだぜ。よくやったロックマン。お前が手加減をしてくれたおかげで、このロボットは修理できそうじゃ。よかったね、ロック。できる限り、わしのロボットを破壊せずに連れ戻してやってくれんだ。お前の努力決して無駄にはせん。頼むぞ、ロックマン。さて、次はファイヤーマンステージを、攻略するぜ。なんかこいつ、オリンピックの聖火みたいなやつだな。燃えてきたぜ！このファイヤーマンステージの、音楽はかっこいいよな。カットマンステージと、アイスマンステージに並ぶ名曲の、一つだな。さて、このファイヤーマンステージ、ボスの脳筋っぷりとは裏腹に、結構凝ったステージなんだよな。至るところから火柱は上がるわ、足場は悪いわで、慎重に行かないと結構難しいステージなんだぜ。ウプ主的にはアイスマンの、次に難しいステージだと、思うって言ってたぜ。このチャンキーは、落ちてくる方向が割と不規則だから、できるだけ、
やり過ごした方がいいんだぜ。とはいえ、アイテム稼ぎに羽うってつけだから、それを利用しない手もないんだぜ。このレーザーはうまくすればノンダメージでも、いけるけど、ウプ主の腕ではどうしても、ダメージは必死なんだぜ。おお、ノンダメージで生き上がった、ウプ主のくせに。まあ、お渡し気じゃないから、構わないけどな。ここの穴は、落ちても死なないんだぜ。多分みんなは知らなかったと、思うぜ。まあ、そんなこと知ってても何にもなりはしないがな。おう、こんな場所で初被弾なんてなんか、いろいろ台無しだな。今のダメージはチャンキーを、かわすためのダメージなんだ、テウプ主はほざいてたぜ。一番怖いのはチャンキーの、ダメージの反動で下に落ちるのが、一番怖いらしいから、わざと火に当たって無敵になったって、理屈こねてるんだぜ。さあ、ファイヤーマンステージの一番の、難所、ここはお渡し機の墓場みたいなポイントだぜ。ここはマグネットビームがあれば、回避できるけど、多くの場合、ここはダメージを受けるんだぜ。さらに嫌なのが2かところあるってことなんだぜ。ここはもう、ダメージ覚悟でゴリ押しするのがこの状況での、一般的な突破方法だぜ。この M リオに出るキラーみたいな敵も、攻撃すると爆発するから嫌な敵なんだぜ。お前はリア充か？ここは、このガビョールをやり過ごして、進むのが得策なんだぜ。おう、なんかやり過ごせてなかったな。まあ、ここはゴリ押しで通るんだぜ。ここまで来てもゴリ押しか、まさに、ゴリ押しラッシュだな。おう、ここに来てライフ回復台とか、運のいいやつだな。しかも、生首とか、すごいラッキーだな。燃える男ファイヤーマン登場。というか、いろいろとセリフがやばいな。せめて、人の話は突き上がれ。ゴリ押しするには、体力が足りなかったぜ。もっと頭使おうぜ、ウプ主さんよ。ステージもゴリ押し、ボスもゴリ押し、まさにゴリ押し尽くしなステージだな。ゴリゴリ言ってたら、キングコングを、思い出すんだぜ。このボスは、速度の速い連打より、むしろ、感覚を置いて叩き込む方がよっぽど、ダメージを与えられるんだぜ。ファイヤーマン、撃破、ゴリ押しすぎてなんか悪い気がするんだぜ。ファイヤーストームゲット。この武器は初代の方が壁や敵を貫通する分、高性能だぜ。しかも、燃費も初代の方が低燃費だぜ。よくやったロックマン。お前が手加減してくれたおかげで、このロボットは修理できそうで。今回はここまでだ。次回はエレキマンステージの攻略だぜ。ではアディオス。皆さん、お久しぶりです。棒読みです。あ、皆さん、明けましておめでとうございます。今年も皆様にとって良い年になるように祈っております。しびれるがいい。では、今回も元気にロックマン実況、スタートです。今回のステージは、はい。
最後のロボット、エレキマンですね。今回は1ステージのみの攻略です。エレキマンは、もともとは発電用原子炉の制御作業をしていたロボットで、重要な仕事を確実にこなすだけの、鋭い判断力と素早い動きを兼ね備えています。両手から放つ、サンダービーム、が特殊武器で、当時ライト博士が作ったロボットでは最も優秀でした。絶縁体であるゴム製品は大嫌いです。どう頑張っても、ワンピースのルフィさんとはお友達になれないキャラですね。いわば、ゴッドエネルくらい、相性の悪いキャラです。さて、そんなエレキマンの弱点武器は、ローリングカッターです。ちなみに、リメイク版の弱点は、オイルマンのオイルシューターです。でも、今回はバスター縛りということで、バスターでの攻略になります。この点滅するブロックはすごいいやらしいですが、慣れればどうということはないのでさっさと攻略します。ここからは、輪っから出る敵を避けながら、上と登っていくエリアです。要は、敵が攻撃するより先に上に登ればいいのですが、倒した方が安全ですよね。ここは素直に武器を使って倒せばいいのですが、ウプ主の変なプライドのおかげで、無駄に時間がかかってます。しかも、外してれば手はないですよね。本当に、無駄の多い、ウプ主ですね。今のは、無駄どころの騒ぎじゃない。せっかくの生首をミスミス、笛にするなんて、下手にも程があるよね。いや、今のは下手どころの騒ぎでもない。わざとに近い行動だね。わざと生首取らなかったの？ねえねえ、今どんな気持ち？ねえねえ。さて、こんなウプ主はほっといて。ここで、この初代ロックマンクリアに必須のアイテムを取ります。その名はマグネットビームです。このアイテムの色は、ロックマンの装備武器の色と同じ色に変わります。まあ、それだけなんですが。この武器は、足場として乗ることが可能な磁力ビームを発射する。攻撃力はなく、純粋な移動用の武器です。ビームの長さは B ボタンを押す長さで調節可能で、長さを問わず消費エネルギーは一定です。画面内に最大3発まで生成可能で、生成してから一定時間が経過すると消滅します。この武器はワイリーステージの攻略には必ず必要になります。また、ここでウプ主の無駄なプライド発動、もう、いいから武器使って先に進んでください。かと思えば、武器なしであっさり突破。ほんと、うまいんだか、下手なんだか。でも、普通に下手なんだよ、きっとそうだ、うまいはずがない。さて、いよいよボスの部屋も間近です。今回は1ステージなので動画時間的にもやけにあっさりしていますね。まあ、このままここのボスもあっさりやってしまうことでしょう。そう信じますよ。また出た、ビッグアイです。もう鬱陶しいですね。硬い上にダメージも大きい。下手すれば、ボスより強敵です。このステージのボス前の敵は、このレーザーです。破壊不可能な上、意外とダメージが大きいので、気をつけましょうね。このはしごを登った先に、ボスが待っています。でもここでお別れだよ。最後に痺れるセリフでも聞かせておくれ。エレキマン、君と戦う理由なんてないよ。さあ、一緒に帰ろう。
そんなセリフじゃ私のハートは射抜けないよ。残念だけど電光石火で行かせてあげるよ。変態カピオンマスクのエレキマンの登場です。このボスのサンダービームはすっごい減ります。攻撃力はアイスマンのアイススラッシャーと同じくらい減ります。まあ今のは道中で受けたダメージもあるので仕方ないですね。今度は貫通で勝ちますよ。パピオンマスクとの再戦です。さあどこからでもかかってきなさい。よっ、エレキ先輩、調子に乗って、すいませんでした。お願いですからやめてください。やめてください。あうち。ヒデブ。クベラ。ウハ。マソップ。ウヒャ。ゲロゲロ。あちゃ。やめて。そして、最後の戦いから、40年の時が流れた。いよいよ、この戦いの終止符をつける時が来たのだ。冗談はさておき、このエレキマンの攻略は、相手より高い位置で攻撃し、ジャンプしたらバスターを当てる感じで打てば OK です。サンダービームは、この位置からなら、ジャンプで楽に避けられるので相手を自分と同じ高さに置かないように気をつけさえすれば、結構あっさり倒せます。言うのは簡単ですが、ここに至るまで、いくつもの生首が犠牲になりました。ボンバーマンステージで増やしといて正解でした。さあ、長かった死闘もこれで終わりだ。エレキマン、撃破、やった、やったー、ついに悲願のエレキマンを倒したんだよサンダービーム、ゲット。リメイク版ではあまり強そうに見えないけど、元祖では、文句なしに最強武器です。おまけに低燃費、もう、言うことなしです。いいえ、ワイリーさん、6体です。お前のロボットは全くポンコツ呪いだな。ワイリー、お前というやつを悔しいかライト、悔しかろうならば来い。では今回はここまでです。次回はワイリーステージ1をお送りします。次回も1ステージ攻略です。ではアディオス皆様、オワコンニチバンチー、ゆっくりでございます。今回はいよいよ本丸ワイリーステージの攻略に向かいます。エレキマンステージとこのワイリーステージは1パート1ステージの攻略でお送りします。お、この頃はまだ赤いブルーレットですね。あ、赤い時点でブルーじゃないけどね。さあ、この素敵な音楽とともに始まりましたワイリーステージ。最初に待つのはビッグアイ三連ちゃん、めんどくさい相手だね。ここはアイススラッシャーで凍結させて通るのがセオリーですが、めんどくさいのでゴリ押しで進みます。ここは、スーパーアームの本領が発揮される数少ない場面です。ほんと、当時のカプコンの開発陣は、なんでスーパーアームをこんな仕様にしたのかな？わからんでもないですが、もう少しどうにかできなかったのかな？下手のくせに、炎を凍らせずに進もうとスループ主、オツ。そして、凍らせたはいいけど、
詰まらせて通れなくなったよ。仕方ないね。このウプ主、前から思ってたけど、無駄な被弾が多すぎるね。こなわいといい、このゲームといい。下手にしても、もう少しやり方があるものだと思いますが、多めに見てください。後で締めておきますんで。ちょ、今のはないよ、どう考えても。成功してもダメージ受けちゃ格好つかないね。さあ、時間があるのでここで、このシリーズの今後の予定でもお話しします。このロックマン、並びに、コナミワイワイワールドが終わったら、いよいよシリーズ最終章に入ります。その最終章のタイトルはコナミワイワイワールド2とロックマン2を同時進行でお送りしようかと思いましたが、ちょっと日本同時はもう余裕がないので、まだ赤がついてないコナミワイワイワールド2をやろうかと思います。もし、余裕があれば、ロックマン2も作りたいですが、あまり期待しないでください。さて、ガメオベラになったので、カットします。ここの足場は、上と下に梁の山があり、ジャンプの高さにまで制限があります。しかも、足場はアイスマンステージでおなじみの玉出し的、もちろん、破壊不可です。さあ、マグネットビームの真骨頂が見られます。ここのエリアは、マグネットビームがないと、詰みます。エレキマンステージで取ってないと取りに戻ることになりますよ。ボス前です。ここのボスはこのロックマンにおける最強のボスキャラ、イエローデビルです。ここのボスはウプ主ガリア賞の頃、やり込んだんですが、20年ぶりに、しかもバスター縛りなので、かなりの苦戦が予想されます。イエローさんの登場です。やっぱりここの音楽はアルシトラウマだけど、いい曲ですよね。届かねえ、これは予想してなかった。サンダービームだと当たるから全然想定してなかった。これは、かかりますぞ。今回もかかりますぞ。この分裂、パターン固定なんて、覚えればへでもないのですが、いかんせん、このウプ主。ボケがひどいので分裂回避もままならないため、無駄に時間のかかる結果になりました。あーん、また届かないところに目を出しやがって、面倒だから、アレンジ班みたく、固定でおなしゃす。うわ、もうなんか、心が折れそうになってきた。でも、頑張らなければ。というわけで、霊夢ポイントを使って4倍クロックアップと BGM 差し替え。今回の BGM はチーム猫缶さんのエアーマンが倒せないです。しかもフルでお送りします。
いい感だけは最後まで取っておくーて、いい感なんてないんじゃボケー。そして、なぜ、飛ばしたし。まあ、何気に3分半、カップラーメンなら、もう伸びてるレベルだよね。飛ばす気持ちもわかります。そういえば、カップ麺は人によって待ち時間に違いがあるけど、うぷ主は律儀に3分待ちます。でも、最近のカップ麺は1分で作れるものもあるので、普通のカップヌードルでも、必ずしも3分待つ必要ないと思うので2分半でも美味しくいただけると思うんですよ。どうでもいいですね。はい、サーセンした。では、ここからはノンカットでお送りします。相変わらず、目の位置が鬼畜な場所に出てくるのですごく困るなぁ。そして、うぷ主の被弾もひどすぎて笑えない状況にまで陥ってます。もう、哀れ目ですらも見られないですね。ここまで来ると、少しは避けてるから、そこそこ動けるようになったかな？お菓子でも食べながら見てようかな？チーズお菓子、美味しいです。そういえば、ブルボンのお茶菓子って紙お菓子が多いよね。うぷ主はエリーゼが好きです。でも圧倒的にアルフォートが人気らしいですね。今回は、実況より雑談がメインになっちゃったね。仕方ないですね。しかし、このちまちました攻撃、実際のところ、すごいストレスかかるから、雑談でもしてないとやってられんのですよ。特に見どころもないしね。昨日、うぷ主はモンハンサードの一番くじを引いたんですが、C 賞のダルマイルを当てたそうなんですが、本当は B 賞のフィギュアが欲しかったらしいです。ラキスタの時と違って、以降、何度引いても当たりませんでした。走行する間に、一番くじでラブプラスが出るとの噂を聞き、その時点で諦めました。ラブプラスくじ、何が出てくるか激しく楽しみですって言ってました。第2次スパロボ Z が出ると聞いて何が出るかとググったら、凄まじくすごい量の作品が出てくるらしいですね。もしかしたら過去最高かもしれないですね。うぷ主的にはダグラムを出して欲しかったけど、あれは後半あたりはロボットアニメではなく、政治アニメになってるのでシナリオが難しいよね。味方側もダグラム一気だし、やっぱりどうかなって思っちゃいますよ。さて、ゲームの方は、思った通り、うぷ主はピンチになってます。もう、一発も食らえない状況です。果たして、イエローデビル、撃破、激しい戦いだった気がするけど、あまりそんな感じも受けなかったのはどうしてだろうね。今回はここまでです。次回はちゃんと2ステージ攻略します。では、アディオス。どうも、霊夢です。マリサだぜ。霊夢とマリサのニコニコショッピング、始まるよ。さて、今回紹介する商品はこちら。コピーロボットです。おう、なんだかどこかで見た形の人形だな。この人形、ただの人形じゃないんだよ。鼻の先を押すと、あら不思議、たちまち押した人間に変わってしまう代物です。ほう、それはすごい人形だな。さらに、このコピーロボット、記憶の共有ができるので、自分がいない間の記憶を合わせ持つことも可能なんだよ。おう、それはすごい便利だな。自分がいなかった時の情報がないと、辻褄が合わないからな。これで、正体を隠して活躍するヒーローも安心だよね。でも、お高いんでしょう？いえいえ奥様、それがこのコピーロボット、通常価格、400万円のところを、なんと3999円にプライスダウン。おう、安いな、安すぎて、性能を疑うくらいだな。さらに、今回この動画を見て30分以内の初回購入のお客様に限り、これがあれば君もパーマンだ。パーマンバッジをお付けします。
おお、あの水中でも息ができたり、小型通信機にもなってるあのバッジか、これは買いだな。さらにさらに、今ならどんなしつこい汚れも落とし強力洗剤、スリジャヤワルダナプラコッテ X を一緒にお付けしてのご紹介です。全国の奥様方は大歓喜だな。お問い合わせのお電話番号はこちらまで。アリアさん、よろしく。お買い求めの方は、今すぐ電話番号 69-0721 コメコメコメ 69 オナニートリプルエナルへ。さあ次はあれにも使える万能ゴム手袋。オーイエー、掃除しろ。いい加減にしてお二方、とっとと動画始めてください。おう、アスカゴロウ、ずいぶん久しぶりだね。初期のキャラだから覚えてない人の方が多そうだけど、わかったよ。尺稼ぎはもう、十分だからね。それじゃ、茶番もこの辺にして、そろそろ動画始めようか？そんなわけではイリーステージ2です。このステージは以前倒したボスの一部が再生開始によろしく再登場します。霊夢、一つ聞いていいか？面白かったから突っ込むのを忘れてたんだが、なんであんな茶番をわざわざ作ったんだぜ？しかも画像のサイズ微妙に合ってなかっただろ？あんなもの小さなお子さんでももっとまともな動画作れるのに、どうしてこうなった？まあ、このステージのボスまで行き着けばあの茶番の意味がわずかでも理解できると思うよ。いいから黙ってみてなさい。霊夢が私にここまで命令口調になれる動画も珍しいな。だったら、黙ってみてようじゃないか。さて、走行する間に第一の復活ボス、カットマンです。リアショーの頃から思ってたけど、なんでこんな中途半端な場所にボスを構えるのかな？もっと終盤にでも出せばいいんじゃないかな？どう思う？マリサ？ボスその2、エレキマンです。バスター縛りでは、多くの花火を演出してくれたエレキマンですが、縛りなしの今となっては単なる雑魚敵です。その割には食らいすぎちゃったよ。仕方ないね。あの、マリサ？ガン無視ですか？それとも怒ってるの？いや、お前が言ったんだろ、黙ってみてろって。いやいや、そういう意味で言ったんじゃなくて、というか、黙ってみてたらただのプレイ動画になっちゃうから、こんなクソしたいプレイ動画をゆっくり実況なしで見るのはもはや、不要と言っても過言じゃないからそういうの、やめてよね。ふ、まあ、仕方ないな、ただのプレイ動画になっては私たちもおまんまの食い上げだからな。さっきのことは忘れてやる。はい、仲直りです。さて、そろそろボスが出てくるんじゃね？今度のボスはどんなやつだぜ？また花火大会なのか？それは、タイミングが絶妙すぎる。今のは、なかなか面白かったんだぜ。今回の茶番の意味がもうじき明らかになりますよ。まあ、マリサ以外の視聴者の皆様は、もう、どういうことかわかってる人が多いでしょうけどね。くだらん、実にくだらんとか、米が入ってるでしょうけど、まあ、このくだらんネタ好きなウプ主だからそういうことになるんですよ。これはもう、通過儀礼というやつでしょうね。通過儀礼かっこ笑い？またそんなこと言って、タグでもつけられたらどうするの？つかないつかない、そんな人がいたら、私は次回作のワイワイ2には出ないことにするぜ。言いましたね。ではもしタグがついたらマリサはお休みですよ。ああ、いいだろう、こんなに見ものはない。その後、甘んじて受けようじゃないか。では、マリサの罰ゲームも決まったことで、いよいよこのステージのボスです。ボスは、この下のフロアで待ってます。毎度思うんだが、この手のボスは律儀だな。わざわざ、攻め込まれるのを待ってるんだからな。そこはまあ、お約束だよ。とっととボスを倒しに行くよ。
随分性格悪い上に、性能も桁外れだな。アレンジ版のコピーロボットは、スライディングと、チャージショットを標準装備した、いわば、オーバーロックマンだから、めっぽう強いんだよ。でも、この本家版のコピーさんは、ご覧の通り、戦い方を間違えなければ、運が良ければ無傷で倒せます。運が悪ければやられますが、それは稀なことです。稀なこと、かっこ笑い。これは、運がなかったんだよ。運がなかった、かっこ笑い。言い訳、おつ、く、今度こそ、ぎったんぎったんのめったんめったんにして差し上げますよ。ジェイアン、おつ。鬱陶しいので、早送り観光。さて、今度はさっきのようにはやられませんよ。おう、何か秘策があるのか？このコピーさん、実はこちらの攻撃のワンテンポ後に、攻撃してきます。それを利用して攻撃を当てます。無駄にジャンプするので、それも狙いどころです。それを分かってたなら、余裕で勝てるんじゃないのか？だから、さっき言ったんですよ。運が良ければ無傷で倒せるって。それで、ジ・エンドです。汚い花火だな。コピーロボット、撤破。さて、次のステージへ行きましょうか。次は、ワイリーステージ3、用水路です。ここは大したことのないステージなので、一気に攻略します。大したことのない格好は。おう、そのネタはいいんですよ。本当にちゃっちゃと攻略しますよ。だからって、音声までちゃっちゃと言う必要ねえじゃねえかよ。反省してる。ここら辺は、上や足元にいる敵が多いので、サンダービームやファイアーストームで倒していきましょう。なんか、すげえゴリ押ししてるように見えるのは、私だけか？気のせいゴリ。さあ、ここからは水が流れて強制スクロールになります。ここは流れに逆らって、ペペとゴムが流れてきます。この流れを逆らってくるんだから、大した奴らだな。普通なら、バラバラになってもおかしくないんだがな。敵ながら、あっぱれだね。でも一撃で倒しちゃうけどね。ここのボスは地下水路防衛マシンです。大したことないので速攻でやっつけましょう。なんか、今までのボスの中で、一番ロボットらしい敵だな。まあ、だいたいロボットって喋らないものですがね。ここのボスは、水の中でぷよぷよ浮いてくるボスです。一個倒すと、次を放出してきます。放出すればするほど速度は速くなります。なんか、連打装置使うとすげえ楽な相手だな。これ、連打装置なくてもいいんじゃね？まあ、それはこのシリーズの趣旨だから、仕方ないね。その割に縛り入れたりとか、難易度上げたいのか、下げたいのか、わからないな。ごまけいこたいいんだよ。そんなわけで、ボス撃破、今回はここまでです。次回はいよいよ最終回です。では、アディオス。